さあ、ここで再来週のスペシャルウィーク、8月27日に当番組が、またまた生放送でお送りする企画を発表しましょう。太田さん、タイトルお願いします。夏の終わりのツッコミ祭り。随分テンション低いですけど大丈夫です。夏の終わりのツッコミ祭りですよ。はい、今年4月のアンタッチャブル柴田との春のツッコミ祭り、そして6月の増田岡田岡田との梅雨のツッコミ祭り。梅雨の乗りツッコミ祭り、うん、に続いて今回は夏の終わりのツッコミ祭りです。夏を惜しんで。はい。このツッコミ祭りシリーズ結構行くのかよみたいな。終わりかよ、そういうことですかね。そうなんですね。ただ、三村さんじゃないんですね。今回、ツッコミ担当の芸人ゲスト。それは、インパルスの堤下敦史です。もう、下包み。まあ、下包み。本当に、堤下くん。まあ、ね、ツッコミはもう、さえにさえてますからね。怒りのツッコミですね。書いてます。そうね。はい。だいたい、いじられキャラですからね、彼はね。はい。皆さんから大募集するメールのテーマなんですけども、春のツッコミ祭りで大変好評いただいたボケが10個入った手紙。ね。一般人でも有名人でも誰かからのボケが10個入った手紙を送ってください。田中宛て、堤下宛て、それぞれ募集します。田中が、堤下が10個のボケをパーフェクトに突っ込むことができるかをチャレンジしようってことです。ノックだね。ノックですよ、もう本当に。ツッコミに対するノック。はい。まさにそうですね。うん、特に堤下くんは、もう例えばこういいともみたいにパッと出てくると、あいつは どんな状況でもなんとか行くもんね、はい、もう周りから要は全員から切りかけられるんですよ。それを全部ですねこう切りかかったのをこうチャン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 こうさばいていく、おかみとみたいな、そうなんですよ、はい、1対10みたいな感じで彼の椿三十郎みたいな、はい、そういう感じがしますね。はい、で、まあ、例えばこの手紙、どういうのか、春のツッコミ祭りとか聞いてない人もいると思うので、サンプルとして4月の春のツッコミ祭りの登録をちょっとね、聞いていただきましょう。まずは、田中宛てのこんな手紙からです。料理好きの主婦から。え？ああ。料理好きの主婦から、はい、田中裕二への、はいはいはい、ボケが10個入った。え？はいはい。田中さん、はじめまして、うん、私は料理が大好きな主婦なんですが、100人暮らしの田中さんのために俺は一人暮らしだ簡単にできるペペロンチーノの作り方をお伝えしたいと思い、 ありがたいですね。このお手紙を送りつけてやりました。送りつけておかしいよね。まず大きめの鍋をおさみで、おさみいらない、鍋だけでいいです。お湯を沸かし、はい、その中に少し多めの塩を吹かせます。いや、吹かせるってなんで吹かせる意味がわかる。そこにうどんを入れ、うどんになっちゃったペペロンチーノだからパスタ行こうよ。5分程度茹でてる間にフライパンでニンニクと宝田明の爪を、宝田明は鷹の爪ね。そばが茹で上がったら、そばになっちゃったから、どんどん麺が変わってる。一緒に炒めます。仕上げに塩とお醤を味付け。お醤じゃない、胡椒にしてください。マラに盛り付けたら、さらに盛り付けろ。どこ盛り付けちゃったの？田中さん、はい、ぜひナポリタンを作ってみて。ナポリタンじゃねえだろ、ペペロンチーノだろ。よし。パーフェクトボディ。パーフェクトボディ。パーフェクトボディじゃん。はい。なるほど。まあこういう感じで、うん、まあその。とにかく手紙形式でボケを10個で、もちろんその正解ね、これはこういうボケで、正解としては、まあ、ツッコミとしてはこういうツッコミが、まあ、正しい、まあ、そのツッコミの、まあ、文句はね、完璧にはまあ無理なんでしょうけども、そういうこともちゃんと書いてください、うん、ではゲストアンタッチャブル柴田宛てのこんな手紙の登録も聞いてください、うん、太田さん、柴田さんをオナペットにしている、またそれかよ、ゲストの田中さんをオナペットにしている柴田さん、やべえ、三角関係になっちゃうこれサザエさんから、おサザエさん、うん、アンタッチャブル柴田へのボケが10個入った、マジですか、光栄ですね、逆によかったね、うん、サザエさん、僕のために10個もボケてくれる。高田さん、はじめまして。いや、柴田だから早速違うじゃない嫌いだろ、俺の私は国民的テレビのテレビアニメの主人公、うん、そうですね、ホタテでございます。いや、サザエね。いや、同じ海にいるけどよ。私の家族構成は、お父親の波平、はいはい、母親の船、はい、夫のノリスケ、うん、いや違う違う違う浮気しちゃったよ弟のサンマ、うん、いや、サンマ出てこないよ
妹のわかめ酒。いや、酒入れるの聞けねえだろ。下ネタか。息子のタラオ。うん、いや、タラオ合ってる。合ってるじゃねえか。急に合ってるどうするの。そこ間違えてこい。飼い猫の、僕じゃないのね。飼い猫の金玉です。いや、金玉って言っちゃったもうわけわかんない。玉でいい、玉で。めちゃくちゃベタじゃないですか、今回。家族以外の登場人物には、あ、それ大事。カツオ。何カツオの、カツオの友人の中島みゆきくん。いや、みゆきくんじゃない。みゆきさんね。うん、出てないし。出てないし。そうこれ5ミリズレね。ブスの花澤さん。いや、ブスって言ってくれんな。ここボケじゃないです。あ、ボケじゃない。ボケじゃねえか、それ。アヒル口のアナコさんなどがいます。うん。え、アヒル口のアナコさん、あ、タラコ口みたいな。やべ、やっちゃった。やっちゃった。そんな可愛い顔しない。分かりやすいボケなのに、ふわっとしちゃって。おうだって。引き続き、うん、月曜夜6時半から放送していますので、はい、うん、これか。月曜夜6時半から放送しています。いや、日曜危ねえ。これからも、うん、浜栗さんをよろしくお願いします。サザエさんだよ。ダメだね。タラオ引っかかった。タラオ、はい、なかなか難しいんだな。うん、いや、あの、ブスの花澤さんがボケじゃないとか難しいとこだよね。あれはどうしていいか。ブスはブスだから。いや、だけどそうなんだけど、そのブスで言っちゃ会社だろっていうのもありだからね。ただ、あれはひどかったね。中島みゆきくん。いや、くんじゃなくてさんだろ。そうじゃねえ。ボケに乗っ中島くん。ボケを一回肯定しちゃってからのツッコミです。じゃねえだろ。ボケの世界のツッコミになっちゃった。さんだろ。まあ、こんな感じの、まあ、いろんなね、架空の、もちろん手紙でございます。ボケを10個を書いて送ってください。包み下宛てに、または田中宛てに自分の体験の報告でももちろんいいですし、架空の人物からの手紙でも構いません。うん、ボケが10個入った手紙をお待ちしております。手紙の後に、どこの部分がボケで、どういうツッコミが正しいのかをちゃんと書いて送ってください。宛先です。郵便番号 107-8066。TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。ボケが10個入った手紙の係。E メールのアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP です。8月27日火曜日は、夏の終わりのツッコミ祭り。生放送。ゲストはインパルスの堤下です。さあ、お待たせしました。ここでですね、iTunes ランキング1位の無料ポッドキャスト、バイリンガルニュースの2人、うん、マミちゃんとマイケル2人。今はもうね。はい。旬の。旬ですね。うん。今年の流行語大賞になる。なるんですか。そうなんですか。うん、お招きしたいと思うんですけど、実は我々もまだ会ってない。ちょっとドキドキしますね。完全な初対面。もう写真も見たことない。顔も知らない。うん、太田さんなんかもうここのとこ。偽物が来ても気がつかない。いやいや、気がつかないですけど、ただ、声聞きゃ我々聞いてます。あ、声聞きゃわかります。太田さんが特に。ね。うん、で今スタジオの外でスタンバってるんですけど、我々本当にここで生初対面しますので、普通こういうのはもうスタジオ入ってるんですけどね、では登場していただきましょう。マミちゃん、マイケル、プリーズカミン。プリーズカミン。こんにちは。おー、マミー、マイケル。この二人が、はい、マミちゃんとマイケル、どうもこんにちは。テキーラ、テキーラ祭り、テキーラ祭りの、テキーラ祭りってよく言ってますけど、バイリンガルニュースって入ってますね。Thank you. オリジナルブランド。オリジナルバンド。マイケル思ったより日本人っぽい。マミちゃんは綺麗な子ですね。プレディガー。プレディガー、イェーイ。髪は割と、まあまあ長い髪の毛で。ちょっと遊んでる風だね、やっぱりね。ちょっと日焼けしてますね。ちょっとバニティとかやっぱ言ってるから、ね。バニティとか言ってる感じわかりますね、確かにね。バニティでガサ入れやってたし。やってた。で、マイケルは、マイケルすごいね。ちょっと純朴すごくね、精悍な顔立ち。ガタイの良さなんだ。ガタイ、無罪にガタイの良さ。そうだね。すごいマチョなんですよ。マチョ。てかね、脱いだら。最近甲子園でもね、こういう人結構いますよ。あの、ダルビッシュ以降とかね、結構ね、ハーフのね、いや、ダルビッシュじゃない。ダルビッシュ。Me too。さあ、ということで、まあ、よくわからない人たちもいるので、まずその、ね、バイリンガルニュースっていうのは。So exciting! So exciting! Exciting! ね。
ね、oh, really? Your pronunciation's right. OK, OK. 分かってる。太田さんがね、まあ、このとこ、まあ、1ヶ月ぐらい、この番組を毎週聞いてる人も分かってると思いますけども、バイリンガルニュースというね、あの、無料配信のポッドキャストで、お二人が、まみちゃんとマイケルが二人だけでやってるのがありまして、で、これ、まあ、英語と日本語で、最近のいろんな面白いニュースを紹介するという、こういうね、ポッドキャストがあって、で、これを太田さんがたまたま聞いてて、で、それをこの番組に行ったところですね、結構、まあ、噂が広がって、で、あの、ポッドキャストの配信で、もう1位。ランキング1位。ランキング1位。ずっと、ね。はい、1ヶ月ちょっとぐらい。はい。ちょっと1ヶ月、1ヶ月。1ヶ月ちょっとぐらい。あ、ちょっと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 、報告して、その1位の報告。1位です、イェーイ！これ、これ、いいですねえ、こういう感じ、なんかね、大阪最初聞いた時は、すごく、なんかその、ダラダラと、全然やる気なかった。やる気がない2人が、で、そう、で、たまになんか車の通る音が聞こえたりとかね、雷の音が聞こえたり、なんだか、撮ってんだか知んないし、でも、やたら気になって面白いんだと。で、その女の子もね、ギャーとかって日本人なんだかなんだか分かんないけれども、うん、っていうので、うん、で、こんな、そんな話をしててね。うん、そしたら、あの、実は、マイケルも、この番組を聞いてたっていう。ね、マイケルこの番組聞いててくれた。Are you listen to a cowboy? Yeah, Japanese conversation. Japanese conversation? 何ですか Japanese conversation? I was studying Japanese with Bakshomon. Yeah. Yeah. You're living Asaga? Yeah. Yeah? Yeah.Oh, Asaga family. Yesterday, hard rain? Eh? Yesterday. Hard, oh, yeah. It was a lot of lightning. Yeah, it was raining pretty hard, ne. あの、収録も Asaga屋でやってるんです。うっそ！ Wow! 何この曲で？ Yeah! Yeah! Asaga, yeah! Asaga屋、yeah! というか、本当に、大さんがたまたま聞いたものが、まず近かった。で、マイケルはこの番組聞いてたって、その偶然がすごい。うん、すごい。ねえ。え、もともとどうやって見つけたんですか？もともと、英語を勉強しようと思って、はい、いろんなポッドキャストを探してたの。だからもう、やんみくもに、やってたの。ほいで、とか別に CNN とかも聞いてるんですか？ CNN も、今だに聞いてますよ。だから、そう聞いて CNN も聞いてるし、何が一番いいかなって。スピードランニングとか、いろいろ。スピードランニングもやってるんですよ。I study English in もう分かんない。ポッドキャスト。全然勉強してねえだろ、お前。I have a penis. You have a penis? 下ネタ下ネタ I knew penis was gonna come up. New penis? 意外にこういう話題も多いんですよ。このバイリンガルニュースね。それでなんか妙に引っかかるんだ、この二人の会話が。で、CNN とかだと早いじゃない。で、あの、キャスターの人がさ、割とこう、ものすごい勢いよく言うから、そういうのと、なんつうの、こういうダラッとしたのと、で、この二人の会話が一番難しいんだ。どっちかっていうと、CNN は、事件を知ってると、うん、なんとなく何言ってるか、うんうん、あのメジャーな事件が多いから、あとまあハキハキ喋るだろうしね。うん、で、あのエジプトのなんかそういうさ、うん、あの市民運動の話とかそういうのだから、大体わかるわけで何言ってるか。うん、この二人のやってるのさ、何言ってるのさっぱりわかんないの。いや、ちょっと聞かしてもらったけど、やっぱすごいレベル高いですよ。いや、わかんない。だからこれがわかるようになったら相当、うんうん、割とだから本当の日常会話ぐらいの感じで。そうですね。マイケルもあんまりこう簡単にしないで、うん、いつも通りの感じで話してるので、うん、これに慣れちゃえばもう何でもわかるようになるはず。うん、何でもわかる。We choose easy stories and hard stories too.うん、両方やってるってことだ。そう、簡単なのと難しいの、うん、どっちも混ぜてるんで。ミートねえ。ラバそうでね、ちょっといろいろ聞きたいですけど。メクラ？メクラじゃない。オーマイガー。シーズナー、シーズナー。あの、まず、そのマミちゃん。マミちゃんは、マミちゃん日本人ですよね。日本人です。イエーイ！で、まあ、マミちゃん帰国子女だと、まあ。スターになれるよ。いや、イエーイ！すいません。話が全然進まなかった。マミちゃんは、はいはい、はい。日本人なんですよね。本当の、普通の日本人です。で、帰国子女じゃないです。じゃないのが驚きだよ、驚きでしょ。帰国子女じゃないの？じゃないです。外国に住んだことない？ないです、一回も。これ、小林克也以来じゃねえか、こんなの。本当だよ。小林克也以来だよ、この英語のうまさ。第二の小林克也。いや、本当に。ベストヒット USA。なんでこんなに英語がうまいんですか？
あの多分発音は、うん、あのいとこがずっとアメリカに住んでて、うん、でちょっと年が離れてるカズン、マイカズン、で、あの私が小学生の時に英語の本とかを一緒に読んでもらってたんですよ、English book、 English book、 Yes、 だから多分発音はそっから来たんですけど、そっか、いやそれはまあ分かんない、それで発音がいいのは分かんないけど、うん、中身だよ俺が気になる中身がどう考えても帰国子女の中身じゃん雰囲気、まあ、なんかイエーイイエーイなんとかでっつってその喋り方とか、あのだってさ小原君に電話してきた時も最初ハローっつったらしいから、ね、それってさそれってさ絶対さ日本人の両親のもと日本で生まれ育った人じゃないじゃん、フレンズの感じ、ね、社交性、あ、でもあの、うん、知らない番号からかかってきたら、うん、変ないたずら電話かもしれないから一応ハローって出るようにしてるんです、あ、なるほど、外人のふりして、そうですそうです、うんうんうん、そしたら変なエロい電話とかかかってこないかなって思ってそういうことねそれはそっか、ナンパとかも大体英語で返すんですけど、ああそう、ナンパされるでしょう六本木バンティ、まあでも誰でも結構若い女の子だとうんうん、うん、もう誰でも多分ナンパされると思うんですけど、うん、そこでI don't speak Japanese, I'm sorry って言うとみんな去っていくんですけど、うん、でもたまにギャル男とかだと逆にテンション上がって、うん、おー、English, English とか言ってます言われてちょっと逆効果なんですけど、そっか、マイケルもモテだろう、そしてね、マイケルがね、あのすごいイケメンだよね、坊主頭なんですけど眉毛が本当にキリッとして、目もね、顔がね、子役みたいな顔してる、いや、目もね、綺麗で大きくてね、子役みたいじゃないかイケメン子役、いや、めちゃめちゃイケメンなんだけど、しかも体のこの、そう、マッチョなんですよ、マッチョ、マッチョマイケル、いや、マッチョマイケル、マッチョマッチョマイケル、マッチョマイケルはハーフなんですか、いやいや、どことどこなんですか、日本とアメリカ、うん、お父さんが My dad's American、 アメリカ、yeah. で日本人のお母さん、yep. でどこで生まれ育ったの、 I was born in Tokyo、 東京で、yeah. それでなんでそんな英語あんまり日本語得意じゃないか、I was in international schools the whole time、 インターナショナルスクールにした、ずっとインターだったの、そっか、そうです、でもじゃあ日本語もこうやって喋る分には全部わかるわけでしょ、Yeah, I can understand. うん、うん、だってマミちゃんが言ってるのは全部把握してる、ね、そう、ほとんどね、わかるよ、ね、うんうん、この間なんかうんこの話永遠マミちゃんがしてさマイケドン引きでさもういいよ、うんこの話もういいよ気持ち悪くなっちゃう怒られたねえ、二人どこで知り合ったんじゃ、もともと大学一緒だったんですけど、その時知り合いじゃなくて、うん、その後たまたま友達の紹介で会って、うん、合コン、いや、あのなんか友達のパーティーで普通にパーティー、本番で、そうだよね、だからクラブパーティー、クラブパーティー、クラブのパーティー、クラブパーティークラブで知り合って、で知り合って、そこから4年ぐらいずっと友達で、普通なんか彼氏かなって思っちゃうんだけどね、じゃないんです、それが、そうなの、でも普通に友達にも聞かれるよね、それ、いや絶対聞かれると思う、共通の友達にも付き合ってんじゃないのみたいな言われるんですけど、全然、うん、お互い別に彼氏いたり彼女いる時期あったりとか、うん、そうなんだ、付き合って好きになったりしないの、ないよ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 、マイケルどう、マミちゃんマイケルこんな可愛い立てマイケル一緒に She's high maintenance maybe high maintenance、 なんだろう、なんかこう理想が高いとか、あ、し、マミーズ、マミちゃんが理想が高すぎる、マミのスタンダード高い、うん、スタンダードが高い、そんなことないよでマイケルはちょっとクレイジーな子が好きなの、クレイジーな子だって、ぴったりじゃないの、クレイジーな子、マミちゃん足りない、マミのクレイジーじゃ足りない、クレイジー足んないの、うん、足りないよね、変態岡本夏樹とか紹介しようか、岡本夏樹あたり、シーズ変態、シーズ変態だって、え、変態？変態？ She talks about porn and sex, penis, penis. さっきのうんこ、うんこ、うんこ、ね、下ネタ大好きだよな、マンビ。やだ。で、二人は、まあ、要は、ポッドキャストはこれ無料でやってるわけで、別に、あれでね、お金儲けじゃないわけじゃないですか。そうです。赤字垂れ流しです。ね。赤字垂れ流し。ね、別にあれでお金もらうわけじゃないんで。田中君もうんこ垂れ流しで。垂れ流しじゃねえ。年に1回くらいもらす程度じゃないですか。垂れ流し仲間です。垂れ流し仲間、垂れ流ししてないから、それで、それぞれだって本業じゃないわけじゃないですか。だってこれじゃ食っていけないわけで。はい。
何をしてるか聞いてもいいですか？あ、じゃあマイケル。マイケルは仕事は何？I do IT。IT なの？ IT。 あ、そっか、そのほら、今回もいろいろサーバーなんかサーバー立ち上げてどのコンとかってやってたやつ？そう。なんか自分の会社をやってて IT のマイケルは。頭いいんだやっぱりマイケル。そう、でも自分で全部勉強したんだよね。独学で？そう、独学で。Well, I've been doing it since middle school, so。そう、中学校の時から自分で勉強始めて、でこのポッドキャストのサーバーのとかももう一から全部この間サーバーダウンしたろ。そうなんですよ。そうなんですよ。マイケルが一人で全部、ね、徹夜で直した、徹夜で直した、徹夜で直したってね、そう、うん、やってくれてすごいね。 Well, I'm a nerd。 オタク、オタクだから。ヌードでやってた。ヌードヌードじゃなくてヌード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 オタク、ヌードオタク、 IT オタク、 IT オタク、なんていうの、ヌード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 NERD で NERD。 こういうの勉強で RD。 NERD NERD NERD。 あ、そうです、 NERD NERD、 これがカップヌード、カップヌード、これがオタクなんだ。そうです、だからカップオタクずっとカップヌード。いやいや違う違う、ヌードヌード、何これ、ヌードヌード、ニードヌード、ニードじゃない、ヌード、いいよ別に。でマミちゃんは何してるの？私はこの間フリーランスになったばっかりなんですけど、もともとコミュニケーションのコンサルタント。コミュニケーションのコンサルタントってどういうこと？はい、何？なんか結構説明大変なんですけど、簡単に言うと、めんどくさくなってる。頑張って頑張って。簡単に言うと、企業が、何かを発表するときに、こう、M&A とか人事とかに、メディアにまず発表して、あと株主にも説明して、あと政府とかにもコミュニケーションして、そういういろいろコミュニケーションが発生するじゃないですか。そこをコンサルタント。何それ？ちょっとさ、どういうこと？何者？どういうこと？じゃあ、例えばその、なんつうの？政府に、アドバイスしたりしたの？あ、いや、その政府にこうコミュニケーションを図るときに、こう企業がどういうふうに話すべきかっていうのを。それはじゃあ企業から、例えば相談を受けるわけ？コンサルタントから。そうですね。はい。今度ね、じゃあうちの、社長がじゃあ変わりますと、ね。社長じゃあ今度変わるんですと。はい。で、それを、まあ、世に発表する。世に発表するのに、メディア的にやってどういうところに話せればいいんですかみたいなのを、マミちゃんに相談するってことですね。ですね。なので、それプレスリリース書いたりとか、それをメディアに発表したりするのを私が。すごいよ、相当頭いいんだね。全然全然。だからね、2人の会話が、その日本語と英語のあれだけじゃなくて、その思ってることとか、これに対してこう思うみたいなのが、すげえ、知識量があるよね、2人とも。ちゃんとだから勉強して。ちゃんとやっぱりなんか、こんな若くてよく知ってんなみたいな。でもそれを太田さんに言ってもらえるのはすごいよね。いや。Yeah, for sure. That's great. そう、マイケルは本当にその日本語を勉強するためにずっと爆笑問題さんのラジオを聞いてたから。何の参考にもならないですよ。だからずっと今日緊張して、もうすごい楽しみで。マイケルはでもなんで俺らのを聞いたの？何の他にもいくらでもあるわけじゃん。I just went through, so I listened to a lot of different Japanese podcasts, but they're all really, structured and not that interesting. なんか結構編集されてたりとかして、他のはあんま内容もそんな面白くない。So they're really edited. And so when I found Bakusho Mondai, I was like, oh, this is really different. And this is kind of unique. And I like their like freestyle. Freestyle! So our podcast is kind of modeled.The same way. ああ、そうそう。そう、私たちのも、だからそういう感じで、編集しないで、もう。あ、やろうと。やろうっていう。あ、じゃあこの番組参考にしてくれたら、スパリングあるんだ。不思議だね。それがさ、そんな思いは全く俺らも当然知らないし、それを太田さんがたまたまいくらでもある中で、引っかかったっていうのは、ミラクルですよ。ミラクル。It's a miracle! イェーイ！ミラクル、イェーイ！すごい、ね、本当に奇跡すぎる、ねえ、どうですかマイケル、こんな狭いスタジオでやってたんですよ我々もこれ、あ、収録は何、朝がやってたけどスタジオがあるわけ、朝が、いや、マイケルの家です。 No, my house
マイケル・マイケルんち？はい。だからこの天井から今下がってるマイクとか、すごいね。I've never seen this stuff. 初めて見た。二人だけでやってるの？ We have one laptop.ラップトップ1個。ラップトップがあって、マイクが2つあって、うん、で、リビングで机でやってる、ちょっとさ、それでなんでムラムラしたりしないの、ね、それ毎週だってやってるわけだろ。ねえ、だって本当に。だって美男美女だもん、正直。本当そうだよね。美男美女なんですよ。ちょっと。理想のカップルって。ザ・漫才とか出てほしい。どういうことえ？いや、本当に。絶対人気出るよ。2人で。ザ・漫才。うん、ザ・漫才。ザ・漫才。まあそうだね、うん、いやほんとね、まあでもそれはまあいろいろね抑えてるだろうしね、実はMaybe Maybe Maybe ね、でも俺、okay. マイケルは俺もだからね、声でしかもちろん聞いてなかったけど、うん、思ったよりすごくなんか日本人っぽい感じっていうか、好青年だよね、うん、なんか本当に髪も今坊主にしてるからね、うん、高校球児みたいに分かんない。なんでそんなに鍛えてるんですか？スポーツ。スポーツ。何やってんの？何のスポーツをやられてる？最近ムエタイ。ムエタイ。はあ、強いんだじゃ。Yeah, I do it sometimes.だそう、すごい強いんですよ。強いの？そう、なんかボクシングとかもできるし。すごいんだ。ね。な。できるよ。I'm weak. 今謙遜してるけど。謙遜してるけど。そう。ね。K1 とか出たいですか ？No way. そして謎が深まるね。でも聞けば聞くほど。本当だよ。いや、二人の仕事がまた本当にさ、IT とさ、そのコンサルタントっていうか。ね。ニュースはどうやってピックアップしてるの？ニュースは一応ネットで、うん、ネットで、あの面白そうなやつを、うん、まあ大体一応なるべくこう英語のソースを探してるんですけど、うん、こう日本でまだあんまり紹介されてないやつとか、うん、だって初耳な事件多いもんね、うん、2人のやつ、そうですね、そうですね、うん、やっぱりなんか世の中で起きてることとか、その科学の新しいニュースとかって日本語に訳されないことが多いので、うん、日本に入ってこないんですよね、うん、だからそれをなるべくまあ紹介できたらなと思ってる、うん、でも儲けはゼロ、ん、儲けはゼロでしょ、儲けゼロです、赤字垂れ流し、だからね、これどうすんのどうしようだから結局その自分で稼いだ、仕事で稼いだ金をそっちに突っ込んでる感じです、うんうん、なんでそんなことやってるのいやだから、だから本当に変な話、 Cause we're crazy! Crazy! Yeah! Crazy! Woman! ウーチャカ大放送と全く同じなんです。違う違う。いや違う違う。お前のは。ウーチャカ大放送っていうのやってたのよ。いやいや学生の頃に。友達と。その友達の部屋で。何の、あの、参考にもならない。いやいや、じゃだから。ラジオですか？でもラジオじゃないの。ただ録音してそれを友達に聞かせただけだ。ああ。だからもちろんお金だけはかかって、もちろん儲けなんかもちろんないし。あ、でもじゃあ同じ感じで。自己満足だけのことなんで。だから今はこうやってポッドキャストだから。自己満足じゃないもん、こっち。そう、だから、ポッドキャストで配信でき、うん、でね、いろんな人に、まあ、言ってみれば世界中の前の放送なんか何の勉強にもならない。はっきり。誰も聞かねえし。え、それは中身はどういうのだったんですか？いや、もうバラエティだね。ああ。音楽もあれば、フリートークもあれば、クイズのコーナーもあれば、怖い話を面白く伝える。だからランキングとかやってた。じゃあ笑っていたもんみたいな感じ。全然違う。まあまあ、ラジオみたいな感じで。だから、本当にだから、楽しんでやってるっていうことだよね。楽しくなってやるんだよね。でも、何か使命感があるわけでしょ？なんか、まあ一応。We started as a hobby. Hobby? Yeah, for fun. 趣味みたいな。あ、ホビーか。ホビー。まあ一応自分たちの楽しみのためが、まあ一番なんですけど。まあ、あとはそのやっぱり逆にこういろいろツイッターとかでフィードバックとかをもらって、そうか、反響があるとね、そうですね、そうするとやっぱなんかこう英語嫌いだったんだけど、うん、ちょっと嫌いじゃなくなりましたとか言ってもらったりする、うん、だからブログとかもさ、別にみんな儲けなくさ、普通にね発表して、うん、でもそれがほら返事があって、まあ、ちょっと嬉しかったりとかっていうのにまあ近い感覚なんだろうけどね。それをやるにしちゃ、うん、その気持ちでやるにしちゃ結構大変なことをやると思う。しかもね、そんなサーバーがなんかね、うん、パンクしちゃって夜中ずっと。これからどんどん人気出る一方だろうから。うん、そうだよ。これはどうしよう。なんかビジネスには別に考えてないんだ、今後も。まあでも一応、どうにか、うん、どうにか。まあなんかそのプラスにはならなくても、プラマイゼロになるぐらいには、うん、そうだよね。
しようかなと思ってるんですけど、入ったら鍋プロとか入った方がいい。林先生か。そう、ああいうのって俺もよくわかんないんだけど、うん、その、なんていうの、あの、スポンサーがついてどうのみたいなことっていうのは、あることなの？多分普通はスポンサーつけるんですけど。普通のポッドキャストは だいたいどっかの資本が、うん、だってこの番組やって、まあ、これとかはね、別にあれですから、うんうんうん、我々ギャラもらってやってるわけですから。うんうん、普通は多分つけるんですけど、ね、ただ、あの、私たちちょっと、中身が中身なので、うん、なんかスポンサーつけちゃうと結構いろいろ言えないこと言われる、そうですね、あのこれは言わないでとか、うんうんうん、これを逆に言ってくれとかが出てきちゃうとちょっとなんだろう違うものになっちゃうかなって、すごいね、それはちょっと志が高いというかね、それ百戦錬磨でコミ、うん、だってセーフと当たり合ってたもんね。でも二人とも頑固なんで、うん、こうなんかこうしろとかは言われたくない。言われたくないね。そう言われたくない。そうか、分かる気がするね。言いたい放題をちょっと保ちたいなっていう。うんうん、今はだいたい何日に1回ぐらいやってるんですか？今はだいたい4日に1回とか、適当な。週2回。結構時間伸びてるよね最近。いやいやいや、これ見ると最初の頃ってね、25分とかね、そう、最初は15分を目指してたんですよ、ね、そんなやつね、それがもう1時間とかね、超えてきたりして、ね、やっぱ話してると知らない間になんか時間見てなかったりして、うん、1時間とかやっぱなっちゃうから、うん、もういいやって言って聞いちゃうもんな、だけど、うんうん、よかった、ね、うん、よかったね、よかったマイケル、よかった。よかった。はい。この後もいろいろね、あの、二人への質問も、この番組のリスナーから来たりするので、うん、とりあえず一旦、CM でございます。まあ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 、地元話、ね、地元話ね、朝日の話になっちゃう、やばい、はい、やばい、バイリンガルニュースのマミちゃんとマイケルと共にお送りしたいと思いますけども、うん、今からこのスタジオですね、2人にバイリンガルニュースをお届けしたいと、いいね、はい、やってもらおうと思うんですけども、うん、マミちゃん、あの基本的なバイリンガルニュースの段取りというか、はい、ちょっと説明してください。バイリンガルニュースは日本語と英語でニュースを紹介していて、うん、でそのニュースの後にマミは日本語でマイケルは英語で、コメントしていきます、うん、これは、ね、毎回毎回これを言うんですよね。そう、イントロ、ね、この間のマイケルが言ってたけどね、そう、あ、そうなの、うん、マイケルも言うことあるのこれ、この間初めてちょっとサプライズで、ね、サプライズ、サプライズ、サプライズ、かわいい。俺びっくりした、マイケルが言うと本当にサプライズ、すごいわそれ、うん、うん、はい、でまあそういうことをやっていて、はい、でまあなんかこうニュースをね、はい、毎回2人が見つけてきて、それに対する喋る、それに対して喋るということで、うんうん、ではお願いしたいと思います。おお、生バイリンガルニュース特別編でございます。すごい、はい、じゃあ1個目のニュースいきます。スウェーデンの海で金玉カッターと呼ばれる魚、金玉カッターって呼ばれる魚が見つかって、当局が警戒を呼びかけています。この魚はパクーという名前の南米原産のピラニアと同じような種類の淡水魚なんですけど、これが今回なぜかスウェーデンの海で発見されて、この今回発見されたものは21センチの結構大きいものだったんですけど、パプアニューギニアでは男性の被害者が続出していて、あの普段はフルーツ、うん、ナッツ、小魚などを食べてるんですけど、うん、まあ、その人間の、うん、まあ、金玉はあの格好の餌に見えるということで、まあ、裸では泳がないでくださいねっていうのを警察の人が言っています。で、過去にはこう南米とかでは死亡者も出ていて、最大で90センチ25キロの大きさになるということです。So, Swedish men have been warned of crotch-chomping fish, and the fish is called paku. And it's, they caught a 21-centimeter paku, which is a relative of the piranha, and this was in the Öresund Sound off of southern Sweden, and it's known colloquially as the ball cutter. And it has, it's like a piranha, except it has flatter and stronger teeth than a piranha. And it's native to South America, so it's kind of unusual that they found it there. Yeah. So, すごい、このパクっていう名前がね。パク、パク、パク。そう。たまたまだけど、すごいよね。たまたまも引っかかってしまう。すみません、金玉は何つったんですか？Balls。金玉は Balls。Balls。二つあるから、Ball が二つないんです。Balls。俺は一個だ。あ、そうだ、じゃあ Ball。あ、そうだ、じゃあ。あ、そうだ。あ、Ball。お前気をつけないとな。いや、俺だからもう、絶対そこ入れないな。入れない、入れない。
そりゃそうだよ、金玉買ったらもうさ残りの1個に入ってみた。やだよ。そう、結構でも食べられちゃうと、うん、あの血が出て死ぬ人もいっぱいいるみたいなんで。いやいや、そりゃそうだ、ほぼ死ぬでしょう。そう、でもちょっとラッキーなのは、うん、このパクーの口が結構ちっちゃいんですよ、うん、だから全体は一気にはいかれないっていう。痛そう。 They only take one。 一回しか、あ、そう、一個のボール、一個しか、一個のボールだけ、うんうん、だから俺は残り一個だから、オンリーワン。あ、じゃあデンジャラス、デンジャラス。すごいね、それが。 Protect your ball、 Be careful ball、 Be careful ball、 Your ball、 Safety ball。 もうスウェーデンも行かねえし南米も行かないからもう大丈夫です。でしかも泳がないから。 OK。 でもじゃあ裸で泳ぐのみんな向こう。でも結構あのヨーロッパとかって、うん、あの裸になることに抵抗ない国結構多いので、うん、ービーチとかも素裸で見たり、そっか、ジャンゴー、ジャンゴーです、ジャンゴー、ジャンゴー、ジャパニーズガールズ is ジャンゴー、ジャンゴー、ジャンゴー everywhere。 ほんとそう。あのジャンゴー、マミは、私はジャングルじゃないです。おお全部下ネタじゃないか。砂漠か、砂漠か、砂漠、あ、砂漠、干ばつ、干ばつ、干ばつじゃない。なんだよそれ、なんだ話。ねえ、マイケルが黙っちゃったよ。ねえ、時々スコール。怖いね。時々スコールが吹いて。お前が。ゲリラ豪雨。ゲリラ豪雨じゃないでしょ。そう、裸で泳げないね。次のニュース。はい、次のニュース。火星に永住する計画、Mars One っていうのが、オランダの非営利団体によって、あの、進められていて、これは、火星に永住する人を今、公募中なんですけど、選考を含めてリアリティテレビショーとして公に投票型で進めていくということです。で、現時点ですでに10万人以上が応募していて、ただ、一回行ったらもう帰ってこれないので、もう、覚悟を決めていかないといけないんですけど、相当な覚悟だよ。2022年から実際火星で準備を始めて、今年中に40人を選んで、で、そのうち4人が2022年の9月に地球を出発して、本当？そう。で、2023年の4月に火星に着なので、まあ、行くだけでも7ヶ月から8ヶ月ぐらいかかるんですけど、うん、で、その2年後にさらに4人っていう感じでどんどん送っていって、最終的に2033年までに20人送る予定っていうことです。うん、で、行く人はそれぞれ8年間のトレーニングを受けなくちゃいけなくて、うん、で、18歳以上なら誰でもアプライできるので、うん、皆さん、8月31日までまだ受け付けてるんで、行きたい人はぜひ。行かねえよ。やだよ、そんなの。4人で火星で。めちゃめちゃ寂しいぜ。でも一応男2人、女2人で送っていって、うん、で、どんどん4人4人って増やしていくので、うん、そう、最終的にはまあコロニーみたいになるんですけど。うん、いよいよそういう時代です。マイケル。そう、マイケルの番。More than 100 1,000 people、are eager to go to Mars one way. So this means they won't be coming back.、this is called the Mars One Project, which begins in 2022 and aims to colonize the red planet.It's going to be funded by broadcasting rights. So this is obviously a really expensive project, but、they're going to have bids out so people、mm. can buy the broadcasting rights. So、mm. that's the reality TV idea.、Right. They're going to send teams of four initially, two men and two women.、and after 8 years of training,、they're going to select a multinational team of 40 astronauts this year.You have to be at least 18 years old and it costs about 4,000 yen to apply. あ、そうそうそう。あの、一応こう、アプライするのにお金がかかるので、うん、だいたい日本からだと、まあ、4,000 円ぐらいはかかるんですけど、うん、そこから先はまあ。You have to speak English though. あ、そうそう。英語を話せないといけないので。じゃあ、バイリンガルニュース聞いていくって。そう、そう、これを聞いて、みんな火星に。行っちゃえば、火星ではダウンロードできんの？できない。まだできない。できない。マイケルが何とかするやつ。まあまあまあ、ね。鉄サーバーを鉄で頑張るサーバーを立ち上げる。何とかできるじゃん。I'll ね。うん、頑張る。頑張る。頑張る。そっか、でも火星に。あ、俺このニュースはね、うん、それこそポッドキャストの。おお。あのね、CNN スチューデンツってやつが、それで見たんだよ。あ、そう。でもそう、行くのに7、8ヶ月だから、うん、今ってその国際宇宙ステーションに入れる最長期間が6ヶ月なんですよ。うん、だからもう火星に行くだけで。マミが。なんか変なこと知ってるんですよ、ね、すごいよ ね、マミの知識量、ね、でもマイケルもすごいんですよ。マイケルもすごい。でもお互い変なことを知ってるから。だからすごい雑誌とか新聞とかすごい読んだりするわけでしょ。大体ネットですね。ネットで、はい、ネットで調べるの、そう、はい、うん、なんか気になっちゃって変なことが。
へえ。ねえ。すごい、6ヶ月とか知ってた。知らない、宇宙ステーションの。知らない。もう2、3年行ってるやついるんじゃねえかって。ねえ。いや、でも、ソユーズの、なんだっけ、ソユーズじゃミールのところは何年かいたよね。なんか多分今まで一番最長なのがロシアの人で、うん、多分、14ヶ月。あ、それでも1年ちょっと。1年ちょっと。They don't have the limits for radiation.The six-month limit is a NASA thing. NASA? Yeah, they don't allow their astronauts to be exposed to that much radiation. That's why there's a time limit. Ah, そっかそっか。That's why we haven't been to Mars yet since... Well, oh, yeah, そっか。I mean, we went to the moon in 69. NASA がルールとして、自分たちの宇宙飛行士は6ヶ月以上送らないっていうのがあるから、NASA じゃなければ別にそれ以上行けるけど、ただ、radiation、何放射能浴びちゃうから、だからあんまり長い間入れないし、あと、eyes のやつね。Yeah, your eyes go bad if you're in space for that long. But they haven't figured out why that is exactly. そう、宇宙にちょっと長い間いると、視力が、落ちたり、なんかビジョンがちょっと変になるらしくて、なんかやっぱりまだそういう研究が進んでる途中だから、ちょっか、いや、なおさら火星には行きたくないな。火星、しかも永住で帰ってきちゃいけないんだよ。帰ってこれないんだよ。火星人。帰ってきたら火星人だって言われて。いや、それは言われないと思うけど。お帰りぐらいは言ってやれよ、お前。火星人帰れじゃねえよ、お前。すごいね。そんな時代が来るとは。宇宙船は、なんかあんまりにも返してもらえないんで、通信切っちゃったってやついたよね。あ、なんかあったね。怒って切っちゃったって。怒って通信切っちゃったって。切ってどうすんだ確かに逆に怖いですよね。逆に怖い。しかも結構火星だと、タイムラグがあるから、こっちで発信したのが、あっちに届くまでに、そうだ、時間。どれぐらいかかるの声が遅れて。聞こえてくるよ。イエーイ。いやいや。そうだから、ね、まあ行きたくないね。行きたくない。マイケル、I'd go. Really? Really? 行くの？マイケル、だって受かるよ多分。No, I'm not qualified. What they're doing on Mars? Well, they're setting up their structures there, and they're trying to actually.Make Mars like Earth eventually. Yeah, yeah. So, so they're gonna make an atmosphere there. そうそう、酸素とか水とかを持っていかずに、例えばその、Mars、火星の土から水を抽出して、で、そこから酸素を出すみたいな。だから、その場でもう本当に暮らせるように、あと何、食べ物育てたりとか、もう本当にサステナブルに火星でか、生活できるような方法を見つけるっていうプロジェクトなんですよ。それは相当な時間。バイマイケル。バイマイケル。マイケル。いってらっしゃい。ハッツマイケルだよ、ほんと、それは。でも今月末までだから、行きたい人は急いでアプライしない。どうすん、そんな、ちょっと行ってみようかなっつって。ねえ。やべえって来るんじゃなかったって時だよな。そうそう確かに。そうそう、もう来たのがブスばっかりだったらどうするの確かに。ねえ。確かに。そのレベルじゃないだからやっぱ、ちょっと年取ってる人が行った方がいいのかなと思いますよね。どうだろうね。でそうすると、残りが短い方が、なんか、余生として。後悔しない。They're gonna choose younger people though, because health problems are a huge concern. あ、まあね。Because if you get sick or something,If you get injured, and you have to recover. ね、病気になったり、ね、怪我したりしたら終わりだもんね。でも一応18歳以上っていうのはあるんですけど、何歳未満っていうのは今のところないんですよ。じゃあ銀さん4姉妹とかちょっと。But even if you're 18, you're gonna be 26 before you go, because there's 8 years of training. そうだね。今18歳でも行くときはもう26歳。そうかそうか、そういうことだな。そうだね。絶対そこでさ、子供も。いや、まあそういう。生まれる。まあそういう計画だろうからね。多分その8年のトレーニングで、そういうのも全部、なんだろう。骨折れたらどうするとか、そういう細かいこととかも全部やる。それ8年で。本当の出産とか。出産とかさ。本当の火星人だよ。火星人だね、生まれがね。だから多分もともとこう、お医者さんの資格ある人とかもしかしたら、ちょっと入れたりするんだけど。で、薬がない。宇宙出産とかになる。わけだから、そうどうなんですか。もうそしたら火星人ですよね。火星人子供は本当にまさに。その火星人はさ、地球に来てもいいのかね。どうだろう。いいじゃん別。いいじゃん。いいじゃん別に。まあ確かにね。確かに。でもあれだね、この形式ってさ、
日本語でまずニュースを紹介してその後英語でやるから、うんうん、確かに入りやすい。いや、それが逆なんだよ今度途中から。ああ、そうか。あ、そう、逆もやって、うん、あと、あの、普段はもっと長くお互い話してるので、うん、多分英語わかんなくても、うん、私が訳さなくても、うん、多分マミのリアクションとかを聞いて、だいたいゲスできる、ね。最初ね、聞いた時ね、うん、マイケルのやつを、マイケルが先に英語で言う時があるのね。うん、それを、マミが訳してくれるといいなと思いながら聞いてたんだけど、あ、これ訳さない方がいいやと、その、うん、なんかその会話で、あの想像 した方が分かるようになるんじゃないかっていう。そうなんですよ。結構多分トレーニングになる、ね、トレーニングになるよね。あのね、俺それを思ったら英語っていうのはね、うん、単語を覚えるとか熟語を覚えるとかじゃなくて、うん、前後のなんか雰囲気を、うん、なんつうの、うん、で分かってくもんだっていうのは気がしたね、うんうん、そうですよね、うん、そうで前後が日本語だから、そうそうそう、で間にマイケルが入ってるから、うんうん、なんとなくでも分かってくれれば、ね、しかも日本語と英語の混じり合ったこう、あ、そう、長野ちゃんが割とねあの長島さんみたいな時あるじゃないですか。そう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 。ね、あれはいいんだよね、なんか、うんうん、そう、ちょっと興奮してくるとやっぱ混ざってきちゃって、うん、混ざってきちゃうの、ね、不思議なもんだね。この人本当に日本人なんだもんね。普通に日本で。マミちゃんって日本外人としか付き合ったことないの？いや、日本人も付き合ったことあります。うん、でも最後に多分本当に日本人と付き合ったのは18歳の時くらい。最後なのそれが？日本人の最後。日本人の最後。日本人の最後。最後18歳って。それまで何人ぐらいと付き合ってる？あ、でも高校生の時ってなんかいろいろ短いじゃないですか。なんか付き合っても1ヶ月とか半年とか。ああ、うん、だからそれ、その、それが最後。その後。忙しかったね。その後。それから外人。ハーフとか多いですね。じゃあもうマイケルじゃん。ね。はい、では一旦また、CM を挟みたいと思います。TBS ラジオジャンクのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。ジャンクでは番組の一部を有料配信しています。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイの配信日は毎週金曜日夕方6時からです。パソコンの場合は TBS ラジオのコンテンツサイトラジコンやタイタンのファンサイトで、携帯の場合は TBS ラジオのモバイルサイトでお聞きいただけます。番組が聞けない地域の方や番組を聞き逃したという方、ぜひご利用ください。